皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。今枝総一郎の YouTube チャンネル、今枝総チャンネル、始めます。パチ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 。日頃ちょっと硬いというふうなご指摘がありましたので、少しずつ柔らかくしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、これまで豊川ですとか、また蒲郡、幸田の道路整備や、また防災対策、インフラ整備などについてお話をしてきましたので、新城北摂稲部、奥三川地域について今日はお話をしていきたいと思います。奥三川、まずですね、この地域のこういったインフラ整備、また防災対策でもそうでありますが、考えていくと、最も重要なのは、151号線という、このまさに東三河、そして奥三河までもずーっと背骨のように走っている、この縦軸の道路。これが最も重要だと考えています。ただこれ、一番問題は、この151号線、一宮バイパスという、まさに新城市の川田山田平という交差点から、豊川の東名のインターまで、この間が実はミッシングリンクになっておりまして、これ一宮バイパスというんですけれども、ここを早く全線開通をさせる。これが非常に大切であります。これが開通していないことで、ある意味東三河の南部と、そして北部である奥三河があまり連結が良くなくて、経済的にも、また命の道として救急車が走る際にも非常に時間がかかってしまう。近隣には渋滞ややはり危険も伴ってしまうということですので、とにかくこれ一日も早く全線開通をさせなければなりません。しかし僕が国会議員になる前はもう毎年予算がもう1億円とかもうそれ以下とかですね、非常に少ない予算しかついておりませんで、まあトータルで200億円ぐらいかかると言われているもんですから、じゃあこれ200年かかるのか、まあこんな話が言われていました。しかしやっぱりそれではいけない。まあ特にですね、地域のやはり一体性や経済、産業、観光の面、そして特に先ほど言ったように命の道として救急車が通る道だもんですから、ここを早く全線開通させなくちゃいかんということで、もう当選当初からとにかく予算をどんどんと積みまして、そして早期に開通をしていく、全線開通をしていくべきだと強く訴えてまいりました。まあ、そのおかげもありまして、実はどんどん予算が増えていって、もう最近では、まあ、当時の10倍ぐらいの予算を毎年いただくようになりまして、またこの令和3年度、この新年度にかけては14億円ということで、まあ、しっかりした予算をいただいて、着実に今、この全線開通をどんどん早くやろう。まあ、こんなことで進んでいるんであります。で、特にですね、この区間、豊川のインターからさっき言った新城の川田地域まででありますが、これ二つに分かれます。豊川インター寄りの一工区、そして豊川の上長山、東城、そして新城市の川田というところの二工区、二つに分かれています。一工区は最近の予算でだいぶ進んできたんですけれども、問題はこの二工区、つい最近まで手つかずでありました。しかし、豊川のインターからだけ進めていくと、こっちの二工区、本当いつになるんだろう、地域の方もご不安だったと思いますし、これ全線開通しなかったら、やっぱりミッシングリンクが残ってしまって、意味も半減をしてしまう、効果も半減してしまうので、この二工区ももう同時にこの新城の側からもやっていこうじゃないか。まあ、こんな話も私も国会質問で何度も取り上げさせていただいて、進めさせていただくようになってまいりました。そして先ほど言ったように、今年は予算14億円、非常に多くいただけたものですから、実はこの二工区の、まあ、調査は今までもずっとやってたんですけれども、いよいよ今年度中に土地の買収に入っていくということであります。まあ、地域の方のご理解をいただいて、そしていよいよ土地が買われるという話だと、ああもうこれは本当にやるんだな、そういうことが分かってきた、そういう状況になっていきますので、ぜひとも皆様にはご期待をいただきたいなと思っています。これは実は、国道の中でも3桁の国道ですので、151ですので3桁ですが、県が、まあ、直接的にはやるんですけれども、国からも直接、ここの道路の全線開通早期化にお金を入れて支援をするということになっておる、そういう特別な道路であります。
これは港へのアクセスもそうですが、何よりも東名とまた新東名の新城インターのができたことによって、この間だということで、ここができれば、要は全国的に見たとしても東名新東名で車が行き来をする、仮に災害南海トラフ巨大地震が起きたとしても、この151一宮バイパスがしっかりとあればですね、東名新東名どちらかがやられてしまってもダブルネットワークでつながれるわけでありますので、非常に広域的に、もう全国的に見てもこの道路が全線開通をすることは、この災害対応復旧、その時の緊急輸送道路という意味でも非常に大切でありますので、これからもまた予算をどんどん積みまして、少しでも早く全線開通していけるように頑張っていきたいと思っております。そしてこの151号線、この今言った一宮バイパスだけではなくて、新城市内もまた東栄町や豊根村といったずっと北摂の方にも行きますので、これは全体としても非常に道路として重要でありますので、例えばフットという地域が東栄にありますが、そこは非常に難所になっておりますので、すごくもうぐるんぐるんガングワン、ワインディングロードを蛇行しておりますので、ここも改善をしていこうですとか、その先にタワガネトンネルという、昔は非常に、まあ恐ろしいトンネルがあったんですけれども、老朽化をしてしまって恐ろしい状況だったんですが、これも新しいトンネルをすでに作ってありますので、ここは非常にアクセスは良くなっているかな、こんな風に思っております。しかし、やはり広域で考えるときに、この奥見川という地域は、まさに太平洋ベルトである豊川ですとか、蒲郡のまさに南の方も大事でありますし、実はリニアが、長野県の飯田ですとか、また岐阜県の中津川付近にできてまいります。そうすると駅ができてきますので、太平洋ベルトとこのリニアを結ぶような、そういう新しい軸としても、この本当にこの奥見川の道路整備というのは重要であります。実はこの南信州地域というのは、産業としても航空産業ですとか、非常に先端産業をやっていただいております。もちろん我々の三河、そして隣の浜松編集、そこもものづくりが非常に盛んでありますので、そこを結ぶことによって非常に産業としても大きな大きなまた新しい産業を作っていける、そんな可能性が出てきますし、さらに先ほど言ったリニアと新幹線が通っていますから、まさに今コロナが終わった後、またインバウンドをしっかりやっていこうというふうに思うと、いつまでも京都や東京に集中するインバウンドではなくて、まさにこの東京や京都は抑えながらも、じゃあリニアに乗ってみようか。また、日本の本当に地方の暮らし、文化も、また様々な自然も、そして本当にそこにいる人たちの素晴らしい温かさも、まさにセットになっているような、そういう素晴らしい地域がこの奥見川であります。まさにここを、まさに日本の地方部の文化、歴史、こういったものを体感してもらえるような、そういう地域として楽しんでいただく。そしてリニアや新幹線を乗って、東京や京都にも行ける。こんなゴールデンルートが、新たなものができてきますので、この縦軸というのは非常に大切であります。そこで実は僕たちが提案をしているのが、三遠南進道でありまして、三遠南進を結ぶこの道路であります。で、この三遠南進道については、今、またこれミッシングリンクが一部あります。新城市の蓬莱橋インターから、東栄町の東栄インターまで、ここもミッシングリンクになっているわけであります。ここは、原道といって、元の道路が、比較的、その三遠南進道と近いところにあるので、まあ、残っているというようなことを言われるんですけれども、実はこの原道は非常に難所も多くて、先ほど言った救急車が通るのでも、冬は凍結をして危険性があったりもするものですから、やっぱりこの三遠南進道も一日も早く全線開通していかなくてはいけません。しかしここ実は中央構造線が走っておりまして、工事をするにはとても難しい難所中の難所なんであります。例えば岩が硬かったり、逆にトンネルを掘ろうと思うと水がすぐ出てきてしまったり、非常に大変な難工事の場所なんですけれども、だからといって時間をかけているわけにはいきません。そこで僕もずっとこの道路についても予算の獲得を一生懸命これまで頑張ってきまして、この新年度は15ヶ月予算で、また93億円という国道23号線蒲郡バイパスに匹敵するような、そんな大きな予算もいただいて、これも前倒しでどんどん工事をやっていこう、同時に何箇所も工事をやって進めていこう、こういうことで頑張らせていただいております。そしてこの道路のやはり開通をしっかり早くやるためには、やはりこの道路だけ言うのではなかなかやはり厳しい部分もあるものですから、
実は全国的にこの5年間でいろいろな道路を一気にミッシングリンクを解消していきましょう。そんな道路の5カ年プログラム、こういったものを実は全国的にも今作らせていただいてまして、ここにまさにこの三遠南進道を入れ込むことによって、この5年のうちに完成させていく。このようなことを実は政府に約束をさせることができました。ですので、令和7年度中には、この三遠南進道の東遠インターから蓬莱橋インターまで、ここもしっかり開通をしてまいりますので、皆様にはぜひとも朗報として受け取っていただければありがたいな。特に東栄町の皆さん、町づくりやまた医療等々で本当に苦しんでおられると思います。その方々に少しでも大きな嬉しいな、希望になっていただければありがたいというふうに思っております。そしてこの三遠南進道がさらに北の方でも完成をすれば、リニアのできる飯田まで届いていくわけでありますし、もう一つの中津川の駅の方には、新東名の新城インターからまっすぐ、蓬莱、設楽、名倉、そして稲部を通って岐阜県駅まで行くような三河東濃線、こちらも道路でスパンとですね、いい道路で早く行けるような、そんな動きもしていこうということで、今一生懸命頑張らせていただいております。縦軸2本、そして横軸も2本、しっかりと通していくことで、やはりこの奥三河地域がこの中での周遊観光もしていただけるような、そんな可能性のある地域にしていければな、そんな風に思っております。そしてこの横軸には、例えばこの間まで通行止めになっていた名倉と都合を結ぶ広域濃度、これも開通なんとかさせました。地域の方には本当にご迷惑をかけして申し訳ありませんでした。他にも富山の大添停車場線など数多く論点はありますけれども、もう全部挙げているとそれだけで終わってしまいますので、北摂井桁道路、今言ったような151、三遠南進、三河東濃線中心にして、また設楽ダム関連の道路も数多くありますので、予算をたくさんしっかりと獲得をして進めていきたい、早期に開通をさせていきたいというふうに思っています。そしてさらに稲部にはトヨタとの連結道路である伊勢上トンネル、このトンネルも非常に老朽化をして危険でありますから、これの改修も行っておりますので、これも予算をどんどん積みまして、しっかり早期に開通していきたいと思いますし、さらに筑前に目を移してみますと、そのすぐ隣の下山にトヨタのテストコースと4000人にも及ぶ研究者の皆さんが集まる大研究所ができてきますので、そことの連結、そして新城まで降りてくる紀陽花新城線なども全力で頑張らせていただきたいなというふうに思っております。現在なかなか中山間地の道路整備、やはり今までの経緯でなかなか進んでこなかった点はありますけれども、先ほど151一宮バイパスの話に象徴されるように、また三遠南進道に象徴されるように、私国会議員になって、この地域の本当に大きな可能性、そして全国的に見ても災害対応や、もっと大きな新しい産業の素晴らしい集積地を作っていくこと、観光の日本全体を見た時のゴールデンルートを作っていくこと、こういった意味でも非常に可能性のある地域だと思っておりますので、投資した分しっかり効果は出る、そういう場所だと思っておりますので、全力を挙げていきたいなと思っております。そしてやはり災害対策も一方で重要であります。またこれは後ほどお話しますが、中山間地の農業、棚田や段々畑、そして何よりも山を守る林業、適切に手を入れていく、それによって山林や中山間地の農業しっかりとやっていきながら、支援をしていきながら、この山がしっかり水源地として水を寛容できるような、そういう場所としてきちっとあり続けることが、やはり下流の一人一人の、まさに都市部の方々からしても、まさに命の安心という意味もつながっていきますし、そういった意味でも、設楽ダム2026年中の完成ということでありますので、これもやはりもう今進んでおりますから、きちっと進めていかねばならないという状況であります。同時に、やはりこのダム湖がまさに設楽町の田口という町のど真ん中にできてくるわけでございますので、このダム湖を最大限使った設楽町の地方創生、これも徹底的に進めていかなくてはなりません。先ほど言った三河東濃線ができてきますと、新城インターからなんとか30分待たずに20分台で行けるようにならないかなと思っておりますし、そうなってくると、やはり、ああ、それだったら、この湖や近くの山林を使った、例えば、フォレストアドベンチャーですとか、また、フォレストツーリズムですとか、そういった
山や自然や緑を本当に楽しむような、そんな観光地としても可能性があると思っています。私はそこにぜひ、このまさに設楽町田口は有名なお酒、蓬莱泉のまさに工場がございますし、まさに、関谷醸造さんの本社がある場所でありますので、それこそスイスにあるレマン湖、そのすぐ隣にある湖畔の町であるエビアンという市は、あっちは水が、エビアンの水が飲み放題ですが、こっちは蓬莱泉のお酒がいろんなところで飲める。そして自動運転のような新しい技術を使えば、車でいろんなところを巡りながらも自動運転でお酒を飲んでいても移動ができる。そんな状況も作っていくような新しいレイクサイドタウン構想。それが観光や地域の方にも暮らしやすさ。そしてやっぱり何よりも人間として自然や山や森に触れていくこと。そこで本当にホッとするグランピングが今流行っているのもそういった点もあると思っております。自然と親しむこと。このコロナでよりその価値や楽しさ、素晴らしさというのが多くの人に分かっていただける環境になった今、このダム湖ができてくる、これを一つ、街づくり地方創生の大きな起爆剤にしていく。そんなレイクサイドタウン構想を皆さんと一緒にしっかりと進めていきたいな。そんな風にも思っております。ここまで道路整備やインフラ整備、防災対策などお話をしてきましたが、やはり奥三河の市町村、中山間地が元気になるためには、もう一つ基礎的なことで非常に大切なことがあります。それは様々な地方創生の事業をしていく上で、しっかりとした財源を確保しなくてはならないということです。市民の方や町民、また村民の方が役所役場に対して税を納めていただいているわけでありますが、やはりその独自財源はなかなか多くないものですから、国から様々な支援をさせていただいております。特に過疎の地域においては、やはり全てのいろんな予算ですとか、いろいろ支援というのは人口でやっておりますので、過疎地は非常に厳しいわけであります。それゆえ過疎地域には特別な支援を作ろうということで、実は党本部においても過疎対策特別委員会という、この過疎地域を中心に応援をする、支援をする党本部の委員会がありまして、僕はそこの事務局次長として一生懸命これまでも活動させていただいてまいりました。そして過疎地を守ることは、その過疎の中山間地の人だけでなくて、川の下流に住んでいる比較的町の皆さんにとっても、まさに水源地がしっかりとした形で山が守られ、そして川が適切に運用されていくことによって、やはり災害、水害も少なくなってまいりますし、非常に大きな便益を受けることになりますので、この過疎地の支援というのは、中山間地のみならず、まさに下流の人たちにとっても非常に重要だということを皆様にはしっかり知っていただきたいなというふうに思っています。そこで過疎対策の中で僕が特に力を入れているのは、一つは医療対策であります。特に令和元年や昨年にかけて、この過疎地、また中山間地の医療に関しては、僻地医療の支援ということで、いろいろな新しい制度や、また制度の拡充なんかをさせてもらいながら、支援を手厚くさせていただいてまいりました。特に、東栄町にある東栄医療センターなどは、毎年数千万円も国からの支援というものをアップ、強化させていただいております。詳しくはまた医療のパートの時にお話をさせていただきますが、財源のしっかりとした支援というものをやらせていただいております。そしてもう一つ大切なのは通信環境であります。特にこれまでも、例えば光ファイバー網を中山間地、僻地にしっかりと引いていく、過疎地に引いていく、そういう時になかなかこれもお金がかかってしまうものですから、国からしっかりとした財源の支援をさせていただいております。具体的に言うと、過疎債というものがあります。過疎債というのは、その過疎地の自治体が、発行をして、借りてくるという形には一応なるんですけれども、しかし、その金額はすべて国からの交付金でお金を後からお渡しすることになっておりますので、実質、地元過疎地の自治体の負担がゼロという形で進めていけるようなものであります。
これでこの過疎地に使える事業、いろんなものが大体使えるんですけれども、特にこの通信環境、光ファイバー関係に関しては、この過疎債、大体5000億とか毎年限りがありますから、その要望はそれを超えてきますので、大体そのうち何十%がけで支援をしていかないといけないと。支援の金額が下がってしまうという問題があるんですが、この光ファイバー網の設置については、もうこれ優先して100%この過疎債で支援ができるような、そういう仕組みにさせていただいておりますので、まずは通信環境をしっかりと整えていただくということが非常に中山間地、過疎地の地方創生で大事なものですから、そこは尽力をさせていただいております。例えば、徳島県の神山町などは、もう町中、村中、ずっとですね、まさに通信環境は最高の状態でありますので、実は IT のベンチャー企業が今13社もサテライトオフィスを構えて、もうさながら山の中のシリコンバレーのような、そんな形になってきております。そういった街づくりをしていく、そしてこれからテレワークが増えていく、また東京一極集中から過密がリスクだということで地方へ移住する方も増えておりますので、そういった方が仮に山の中、中山間地、過疎地であっても仕事をし続けられるようになるには、やはりこの通信環境の整備が最も重要でありますので、ここはしっかり支援をしていきたいというふうに思っております。今後はいわゆるローカル 5G ですとか、場合によったら通信衛星で日本中のまさに電波が不良の地帯をなくしていく、そういったことも進めさせていただきたいなというふうに思っておりますので、今いろいろな提言にそういったことも書かせていただいたり、プロジェクトを進めさせていただいているところであります。こういった形でいろいろな過疎地の支援というのをやらせていただいておりますけれども、ちょうどこのまさに令和3年の4月から新しい過疎法がスタートをしております。ですので、去年から一昨年からずっとですね、この過疎法の議論をさせていただいておりまして、この過疎に対する特別な支援をする過疎法は、実は議員立法で、私たち議員が集まって議論して法律を作っていく、こういうことをやっているものですから、特に財政力の厳しい中山間地の小さな町や村、しっかりと手厚くさらに支援をさせていただくというような過疎法の改正案になっておりますし、さらに新城のような規模の財政力の自治体は、ひょっとしたらこの一部過疎というものから外れてしまうような、そういうリスクもあったんですけれども、特別な対応をさせていただいて、新城もしっかり一部過疎が継続するようにやらせていただいておりますので、皆様にとってどうかご安心をいただければありがたいな、そんな風に思っております。これからも過疎対策特別委員会の事務局次長として、また総合的に中山間地やまさに山村を支援していく山村執行委員会というのの事務局次長も実は併任でやっておりますので、奥三河のインフラ整備や防災対策、そして地方創生の様々な支援、徹底して頑張らせていただきたいと思っております。以上、本日の今枝総一郎の YouTube チャンネル、今枝総チャンネルを終わらせていただきたいと思いますが、いつもすいません。今枝総チャンネル、どうかチャンネル登録をお願いして、また次の私の動画も見ていただきますようにお願いをしたいな、そんな風に思います。それでは、ありがとうございました。